皆さん演奏家が行って頑張れ福島って言って帰ってくる。でも地元の人たちはその頑張れ福島って言われることに非常に疲れるという声があって、じゃあ自分たちで何か、頑張れることをやりましょうよっていうのがきっかけだったんですけど、やっぱりみんながワクワクするような人がいいよね、その人の元で演奏したいっていう人がいいよねってことで考えたとき、西本さんという名前が上がったので、直で西本さんにこういうことをしてるんでしたいんですが、ぜひお願いできないですかってお願いしたところ、福島が私って言ってくれるならって言って、即決で西本さんの指揮で演奏できるって普通の人にとっては一緒に1回ぐらいのしかないじゃないですか。ワクワクして集まってくるっていうところに、もう本当にこれは西本さんに感謝ですね。今回言われたのは、普通は演奏者ってギャラをもらって出るのに、この演奏会はお金を払って出ると、この価値を見出してもらって、そこに演奏したいって来ていただく方に来ていただきたいってことで、あえて入場料というか登録料を取りました。いるメンバーっていうのは本当にもうそういう気持ちを持って来てくださってるので、多分すごいことになるだろうと思ってます。とにかく楽しいことしよう、自分たちが楽しければその波も広がっていくだろうと思って、とにかく前に福島の方たちが震災でやっぱりちょっと心が縮こまってしまっているのを、一歩自分の足で出れるように、そのなんかきっかけというお手伝いができればと思ってやったので、一緒に楽しんで一緒に一歩出していきましょうよっていう感じでいます。